ペアルックで食べるサラダ美味しいです。いけねえこのイチョウのおかげで美味しい。どう？ペアルックで食べるサラダめちゃめちゃ恥ずかしい本当に。でもうちらはさ道路見てるからさ人の目なんか気にならない。視線が気になる後ろから。もう見てないと思う、うん、一瞬見られただろうなってでカメラもゴソゴソやってるからさ、うん、嫌だろうなって美味しい、うん、うまいね。うまい。ご飯のスープ。いや普通にご飯食べてさ、うん、まあちょっと回そうかっていうさ、うん、ことでさ、うん、俺は合流したけどさみんな恥ずかしめを都会で見せると思わんじゃん。ど真ん中、都会ど真ん中。美味しいね、うん。普通のさ服着てたらさもっとリラックスしてるんだろうけどさいつも以上に言葉かぶせていやそりゃそうだろ。恥ずかしいもんだから、うん、恥ずかしくない。うん恥ずかしくない。自由じゃん。そうペアルックの雇用が、うん、いや自由なんだ。噛むとかやめた方がいいよ。なんで？みーちゃん、いただきます。あ、うん。おいしい。タコとかいるじゃん。イカ？タコ？タコじゃない。うん。おいしい。どう変わるの？なんか都会の味ってちょっとよくわかんない。味としてはなんかさ繊細に味付けしましたみたいな。地方は繊細じゃないの？なんか私の知ってる地元はダンダン。そんなことねえだろ。美味しいだろっていうあんたんちがそうだったなんか都会ってなんか無駄な味つけませんみたいな感じ。いやそんなことないでしょみーから食べて。確かちょっとカレー、うん、うんうん、なんかスパイスとかね、うん、辛いわけじゃないけど、うん、おいしい。おいしいね。うんジューシー。ジューシーです。
入るじゃん。あ、食べたい。いいよ、あげる。いいよ、やるから。なんか来るなよ。皮だけ食べる。うん。皮がいっぱいタレついてて美味しい。タレが美味しい。前歩いてた人がすごいチラ見てる。うん、見る。やる、これなんだよ、うん、やっとくか、あ、そう、お願いします。分かんない、やっとくか、分かんない。10年やってきてるから、だいたいわかるでしょ。何？若い時はペアルックとかして歩いたの？あった？ああ、やったことある。うん、何歳ぐらい？いや、でもそれはさ、ちょっと自分の中の思い出としてしまってていいかな。あ？はぁ、どういうこと？言えよ、なんでしまうんだよ、聞いてんだから。え、謎だったんだけど今。まいったなぁ。まいったなぁ。聞いてんの？違う、普通に違う、聞いてるインタビュー、はい、普通に別に何、うん、か言ったからってさ、うん、なんていうの、プンプンみたいにならないよ。何歳ぐらいの時？中学の時。すぐ今嘘ついたでしょ。本当に暇があったよ。本当に中学じゃん。あの坊主の友もあるから。坊主なのか、ちょっと怪しいか。彼女を片手しか編んでくれなかった。それ高校ね。あれ高校だ。手袋を片手だけ。そうそう、バレンタインの時にね、手編みの手袋を編んでくれたんだけど、うんうん、その彼女もバスケやってて、うんうん、その忙しい中、うん、編んでくれたんだけど、うん、時間がなくて片方しか間に合わなかったって言って、うんうん、で急いで作るからこれつけて待っててって、うん、で片方手袋しながらずっと待ってたんだけど、その数日後に振られる。なんで振られたの？知らない。なんて言われたの？なんて言われたんだろうな、まあ、まあじゃあ数日後に振るからもう当てでいいやと思ったんだ。じゃあいらねえよ。なんかなんでそれハプレゼントするの？でもここまではやったし。わかんない。ホワイトデー迎えられたの？だからもうずっとつけてた、毛投げ毎日片手だけね、うん、そういう人で。それが重かったんだよ。学校違う。あ、そうなんだ。重くないんじゃない？そしたら大丈夫だ。当時の写真あるわ、片方。いや、私見たことある。見たことあるよ。だから聞いたじゃん、それで知ってんだもん。何個片手だけ手袋つけてるの？何の写真なの？何してんのって聞いたら、言ってたもん。そうなんだ。切ない、切ない、抱きしめてやりたい。当時の友春。分かんないなんかね、振られちゃったんだよ。なんだろうね、若い時ってね、うん、ちょっとのことあるね、もういいかってなって、急に気持ち悪いってなったりね、うん、
ち悪かったな。ずっともう片方まで待てばいいのにさ。やめずっと来てたんだよね。写真撮るときもずっとこう。え、彼女撮るとき合ってたのかな。だから本当にね、会えなかったの。学校違うし、部活も忙しいし。そうあれ、高校生か。そんななんか大きいんだ。そう。幼い感じだよね、写真ね。本当に切ないよ、ね。でも、しっかりとしたなんかグレーの、なんかいい、なんか肉厚の。すごい上手なのね、でもね。上手だったのかな、わかんないけどね。めちゃめちゃ嬉しかったもんね。かわいい。悲しい。悲しいよ。うん、しばらく捨てられなかったし、あ、別れた後。そう、ね、もしかしたらまたなんかもう片方の手袋を編んでくれて別れてるのに。別れてるのに編むわけねえだろ。より戻したいとかって来るんじゃないかなと思って、ずっとこう引き出しに片方置いてたの。処分はじゃあだいぶできなかったの。そうそう、ずっと、まあ、未練というか、なんかこうね、手作りの手編みだし、うん、本当につけてたもん。親もどう思ってたんだろうね。行ってきまーすって言ったんですよ。こっち何もつけてよ。ただいまーもさ。どう、トラちゃんが。やめなよ。かわいそう。彼女に会う時だけでいいよ。重いよ、ね、片方、もう片方って時にその片方なくしちゃってるかもしれないじゃん。いや、それはないよ。つけるやつはそんなことしないよ。そうだね。なくさないよ。なくしたとしても必死になって探す。そういう男だよね、少年ともはるはね。確かにね、つらかったんじゃない、そのなんかプレッシャーになったんじゃない、ずっとつけてんね、今日もつけてたよみたいなことも、もしかしたら、もし電話とかで話したら、言ってそう。言ってそう。今日も忘れないでつけてたよとか。そう、言ってたかもしれない。言ってそう。いや、重いんかい。確かに高校生からしたら、これ重いかもね。なんかもう話すことあんまりなくなってきちゃったんだけどさ、でも毎回手袋つけてるっていう報告だけはされる。持ち悪くないって言われてるから勝手につくんだ。手袋の話だけは毎回してくる。もう手袋の話しかないんだよね、すること。プレッシャーになったかもしれないね。プレッシャーじゃでも分からなくて。でもなんかもういいもの別に作りたくないの。作れよっていうね。そう無言のプレッシャーというアピールみたいなね。そうそれはあるかもしれない。ペアルックは中学生。ねえ、何着たか覚えてないの。覚えてる。何着たの。ラコステのポルシャ。それはさ、一緒に買いに行く。いや、それはね、なんかプレゼントしたの。あ、自分が買って、うん、でもさ、少年のトモハルってさ、おしゃれが最先端すぎてさ、いや、でも当時おしゃれなのか何のか分かんないっていうゾーンに入ってたじゃん。いや、まあまあそうなんだけど、それは大丈夫だったの。ラルフローレンは本当欲しかったの、俺も、うん、高いから、うん、ちょっとこうお手頃のラコステ、うんうん、でもラコステでも一応そこそここだわってて、うん、US のラコステ。その違いは分かんないんだけど、うんうん、まあ、ちょっとこうなんか丈がこう全部違うと か、 なんかそういうのがおしゃれだとかっていうのは、うんうん、当時ね雑誌でね学んでね、これがいいんだと思って、まあ、白いちょっと爽やかなやつをこれが着てたから、うんうんうん、で衣装にお揃いにしようみたいなので、うん、買ってあげたんです。
基本重めの友達。いや、良かれと思ってよ。いや、そうだよね。常に良かれと思ってよ。そう。やだよ、俺。なんだよ、なんか。あの写真は載せてよ。ねえ。時を経てさ、現在のパートナーに重いねって。俺の青春重いねって。いや、だってさ、中高生ってあんまりなんかそこまでもうちょっと気軽に分かんないけど付き合ってるようなもんじゃないの？いや。中高生だから重いんじゃない？そうか、重くあれじゃない？重さをこう測りが壊れてるというか新しいから。だからなんかこう分からない、好きか好きじゃないか分かんないみたいなところもあるじゃん。まあまあそうだし、こうまあこれやると重いみたいなのも分かんない。自分自身もこう愛情の重さがわからないし、相手からもらう愛情もこう測りがわかんないじゃない。それをこう経験でこう、あ、これは重いんだ、重くないんだっていう。そうだね。じゃあいいメッセージじゃない？ちょっとこれから恋愛する。十代見てないだろ。見てんだってたまに。そうなの。十代二十代なんか彼氏彼女欲しいけどなかなか声かけられませんとか。うん、そういうコメントいただくんですか？まさかだよ。だからその10代の時に重めの友春が、うん、まさかそれを超える重めの嫁をもらってるとは思わない。だからもう超えないとダメなんだろうなってことだこんなにだってかぶせてくるんだよ。かぶせてくる、楽しむ。だからまあそうだね。だから重いんだよね、彼女の気持ちがとかさ、彼氏の気持ちがみたいなので悩んでる人多いじゃん。ああ、そうだね。え、重いと思ってんの？私全然思ってない。なんか本当かなって感じ。ガチガチの顔されてる。全然。何のために鍛えてんだよ。いや、何のために。お前の気持ちを持ち上げるためだろ。気持ち悪い。気持ち悪い、重い。参ったなえ、そのためだったの？あ、でもなんか 2,3 回噛み締めたらなんか嬉しいなって思った。嬉しいよ。何のためだお前の。ベンチプレスを上げるためじゃない。そうなんだ。君の気持ちを持ち上げるためだよ。いらっなんかいらっつく。でもここ日陰でよかったね。風があったら気持ちいいもんね。そうさせるか。そう、さっきからね。こんにちは。すっごい目が合ってることに。多分説明が、あのほら、お揃いで着てる人いるじゃない。そこでほら、こっち向いてお揃いで来てる人、あれ、原人だよ、お揃いの人。すごい。恥ずかしくないのかしら。確かに。うわ、あの人じゃない？ミキティって言ってる人。そう。わかんない？ほら。裸で、ほら、オイルを塗りたくってさ。生きていいって言ってる人は分かんないの。高校時代片手の手袋つけてた人。ああ、あの人ね。確かにな。こんなところで付き合ってる時は食べれなかったんですよ。そうだよ。だからなんかいいじゃん。びっくりドンキーの、ね、メニュー立ててるんです。そうそう、回収しないでくださいってその方が怪しいだろう。よく言ったよね。どうしても食べたかったんだね、びっくりの日が。え、そこに座った人。うん、ね、二度見みたいな。男の人、女の人。こっちに行くじゃん。完全なる二度見だった。ええ、みたいな。二度目が長めだった。
確認だよね、ちゃんと確認。まいったな。何なのそれ。何なのそれ。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。